こんにちは、ケイドです。今日は1日遅れてしまったんですけども、新限定バビロンを狙ってガチャ引いていこうと思います。と、その前に先日の M4 だったりプロツアーの方応援ありがとうございました。M4 の方はもちろん無事に勝てまして、特に昨日のプロツアーですよね。まあいろいろあったんですけども、なんとか優勝することができました。本当に皆さんありがとうございます。いやーここ1週間めちゃめちゃ努力しましたし、振り返ると第1会場は TA1 位だったんですけども、初戦敗退してしまったんですよね。なので昨日ある程度ポイントを稼がないとファイナル進出が怪しかったんですけども、なんとか優勝できたんで、ファイナルはもう確定と言ってもいいんじゃないかなと思います。もちろん次今週の土曜日ですね、大阪会場もあるんで、そこも勝ちに行くんですけども、しっかりどのプロチームの選手もプライベートの時間だったり、本来仕事に当ててる時間を割いてまで練習に当ててるんで、その熱意のこもったプロシーンの試合をぜひともね、現地だったり、まあ、YouTube の方でもね、見てほしいなと思います。とりあえず昨日ね、叫びすぎて声も枯れてるんでね、そろそろガチャ引いていこうと思います。行きましょう、バビロン。まあ天魔獣では相当強そうですよね。まあ天魔獣以外でもポテンシャル高いんですけど、狙いは2体ぐらい欲しいかな。やっぱ貫通の SS とアンチャージ L っていう時点で評価できるし、あとはコピーとか、あとソロモンの持ってる超強貫通の6個のやつですね、あれが強いんですよね、紫式部。しかもなんやかんやネオと相性がいいというね、強いっすよね。で、戦型もスピード型だから、あの最近の難しいコンテンツって、まあ超バラはもちろん強いんですけども、超バラが強すぎるがゆえに、その別の戦型のキャラたちも超バラぐらいのポテンシャルを出せるようなキャラが増えてきてるんですよ。まあ今年の限定、属性限定って多分ほとんどバランス型いなかったんじゃないかな。でルナ、ピリカ、エビテン娘、聖徳太子、シュレディンガー、そうっすよね。でこのキャラもスピード型だから、でも張り合えるんですよね、今の環境に。ということは、まあ超バランス型一強時代にしないように調整してるんだなと僕は思いましたね。はい、昨日優勝した記念にその運がついてるから、ポンって出るか、逆に運を使い果たしたから全然出ない説があるんで、どっちに傾くかな。はい、キュピン来たら来てる。あ、惜しいね、惜しい。いやでも全然ありえると思うんですよ、これ来そうじゃない。バビロン、あれ今さっき超速壁出なかったっけ、気のせいかな。はい、まあ、超速壁もね、あのスタジアムのシーンではよく見られますけども、最近ね、あのずっとスタジアム触ってるんで、やっぱこのキャラポテンシャルやべえなっていうキャラがめっちゃいるんですよね。え、ルナ来た、マジか。あ、それルナ出るんやった、完全忘れた、びっくりした、ルナ出ましたね。うん、まあ例を挙げるとジャック・ザ・リッパー、あとはダルタニャン、あとは毒キラーが乗った時の斧の小町とかね、やっぱ強いっすね、あいつらは。しかもこれ、グランプリスタジアムのステージって、ダルタニアンは重心抱えだから、メタトロンね、超バランス型デフォルト解放されてるんですけども、他のキャラたちは、重心以下のキャラたちはもちろんミーもついていないし、挑戦権レベル解放もないんですけども、それでもね、やっぱジャックとか強えってなるし、あとネオもね、リバースモードとかもやっぱ強いし、あとあれ渾身持ちがね、今回めっちゃ強いんですよね。あの法政天テキーラとか、あの辺のキャラがやっぱ止まりも早いし、殴り火力が本当に半端ないんで、強引に使えたりするっていう点がありましたね。しかもなんかね、加速パネル拾ったら渾身持ちでもね、かなり動けるし、そのシーンが結構目立ってると思うんですけども、ブーゲンベリア、やっぱスタジアムをたくさん触ると、あ、やっぱ強いなって感じますね。あ、このキャラたち、まあ本家の方ではなんかギミックが来てないだけで、来たらやばいんだろうなってキャラは本当にいっぱいいます。まあ、ちょくちょくね、僕の最強ランキングとかでも確かね、テキーラ入れてた気がするかな、法政伝とテキーラ入れてたんですよ。渾身ってやっぱ強えっつって入れてたんですけど、やっぱ強えっす、あの RET 強すぎます本当に特にテキーラなんか超バラ解放
デフォルト解放ですね。プラス弱点キラーもあるからね。しかも攻撃力がもともと超高いと。まあ化けます。あれも。はい。キュピン惜しい。まあまだね、大阪会場からのファイナルっていうことで、多分2試合確定であるんですけども。びっくりした。ダブル、すいません。ちょっとダブルでびっくりした。戻りました。週末運命共同体ですね。とりあえず今のところオーブ500使って0体です。バビロン、まあ、天馬ね、サブキーセカドラサードサー、ん?サードラでも登ってるんですけども、今のところ全部サブキーにもバビロン引きたいから、最悪1体でもいいんですけど。あ、これなんか来そう、なんか来そうじゃない、来そうよ、頼むお願いします。やっぱ運使い果たしたかな、運使い果たし、あーやばいやばいね、やっぱりミッドナイトパーティーは闇ガチャか、名前の通り確定数が来ないですね。今のところルナ終末運命共同体メタトロン引いたか、あとなんかで引いたっけな、トゥーフォール引いたっけ、あ、ジズマル来ましたね。ジズマル。エンマとかで出てない。カエサルも出ていない。まあでもあれか、今年の終電の時にカエサル重心化して、その天魔重適性なんじゃないかなっていう予想したんですけど、もうこれで完全なくなったかな、ブーゲンビリア。2体目。さっき。なんだこれどういう確率、まあまあもちろん闇属性しか出ないから出やすいとは言っても、バビロン1体引くよりも相当確率低いと思うんですけどね、まあ、すごい、あ、やっぱ運いいと思うか、逆に運がいいと思う、変な運があると思いましょう。まあ、昨日もちょっとね、接続不良とかでラスト1手でね切断切れたりして、まあ不運だなとか感じましたけども、逆に運がいいと思うしかないですね。エンマ、キュピン惜しい。ちょっと前にライブでジズマル、ライブでキュピン引いたことがある人っていうのを聞いてみたんですよ。そしたら綺麗に 50% ぐらいでしたね、うん、22で分か、11で分かれて、まあ2人に1人はキュピン引いたことあるけども引いたことがないという結果になりました。まあもちろん僕のライブのチャットで引いただけなんで、全体的に言うともうちょっとね傾くと思うんですけども、でやばいよマジで引けてないよバビロンちょっと待ってめちゃめちゃ喋ってるけど気づいたらながらガチャになってるんですよ。出てくれ、目的はバビロン引くことですから、今日の目的はね、出てくれ。残り30連マジで頼むそろそろお願いしますお願いします、そろそろ止まればもう勝ち、勝ちっていうか分かんないですけど止まれば確定ですね。やばい、そろそろやばいぞ、残り20連星玉もたまりそうだし、確定数がないんですよね。やばいな。バビロン頼む。お祝いに一体ください。お願いします。やばい、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 やばい。これででも出せれば完璧じゃない。動画としては。いきましょう。ラスト、ファイナルラスト、ガモン、ゴー。出なかったら星様があるから、まだ星様もあるからね、頼むよ、止まれ止まれ止まれ、エクリプス止まれ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 、うわこれマジでちょうど溜まったね星様。キュピン来い、キュピン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 、うわー、お、パチした、これは来ましたよ。来た来た来た。これあるぜ。
持ってる、今流れが来てる、んーどうー。いや好きですよ、めちゃくちゃこのキャラ好きですよ、かっこいいし桜井ボイスだし。追加します。じゃあ追加350個これで出しましょう。1体出ればもう撤退でいいかな、ここまで来ると。頼む1体出てくれお願いします、お願いします、止まればいいんです、止まればいいんです。闇ガチャ、闇ガチャだ。まあ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 今年はね結構ハマることが少なかったんですよ。まあもちろんハマってることもあったけども、全体的に高額かかった印象がないかな。キュピンとかも引き良くて、なんかあれ千早がかかったか、千早の時オーブ結構使った気がする、千早ぐらいかな多分。それ以外はそんなにかかってないんですよ今年。だからアルスランとかもなんか40連ぐらいとかで3体ぐらい出ましたし、その月は回ってきたかな、そろそろ回ってきそうそう。おー来た、確定演出、レッツゴー、ポーン、頼む止まれ、お願いします。祝福のお知らせ来たらもう一角なんですけど、あーこういうメタトロンっぽいなお来た、よしこれはオッケー。いやー最初裏切メタトロンで終わったと裏切られたと思いきや上げてくれました、よかったとりあえず1体無事に引けました。1100個使ったかな、もう1体欲しい。いやもう欲しくままでいっちゃうか、ここまで来ると。うん、いっちゃいましょう、もう1体引こう。1体引けると流れあるんで、うん、あるじゃないですか、なんか持ってるキャラに限って被るみたいな、その現象を来い、カモン。あ惜しい、惜しいね。じゃあ本当これラストにしますね、星玉引いてラストで、ここでねキュピン来る気がする。僕の体感キュピンの確率 10% なんですよ。で 10% っていうのは意外と引けそうで引けないんですよね、 10% の確率で。メタトロンまた来た、ってことは左下に惜しい、なかなか引けませんが数引けばもちろん引けるんで、キュピン来る、来るぞ、あー惜しい惜しい、確定数はない。さあ頼む、ラスト、ここで出たら折ってよかったと気持ちよく終われます。あーはい、ということで合計1300個だと思うんですけども、引いた結果なんとか1体引けましたね。うん、まあとりあえず天魔銃ではめちゃくちゃ強いと思うし、どうなんすかね、多分2体編成は核だと思うんですけど、まあ使ってみないと分かんないですけども、2、3体か4体はどうなんすかね。やっぱコピー持ってる分コピーが活かせないから、多分デビパンとかの方がいいと思うんですけども、まあいろいろね編成は変えれると思うんで、まあパーティーの幅が広がりますよね、このキャラいることによって。なので天魔が来たら試してみようと思うんですけども、12月1日木曜日でしたっけ、うん、まあ大阪大会近いんでちょっと動画出せるかどうかわかんないですけども、はい、遊んでみようと思っております。以上そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。